こんにちは、りょうかです。今回はおうち動画です。で、いつもクローゼットの中身を紹介してくださいとか、収納方法を紹介してくださいとか、よく来てたんですけど、昨日ですね、やっとこの収納する棚が届いて、夜せっせと組み立てました。で、今日は洋服たちを収納していくので、みんなでお家で一緒にお片付けしようっていう作業動画を撮ってみたいと思います。はい。それではスタート。はい。今日はね、こんな感じ。めっちゃゆるゆるのお部屋着で、いつも家いると聞こえてお団子にしてるので、はい。これで撮っていきたいと思います。今までは、このクリアのね、ケースとかに入れて、で、ハンギングしたりとかいろいろ分けてたんですけども、これに入りきれなくて、この辺とか置いてる服たちも。なんで、全部この棚に収納していきたいと思います。はい。スタート。まず、今、さっき、ここに、下着とか、靴下とかを収納しました。先にで、あとここに入れていきたいんですけど、どうしようかな、何もまだ考えてないんですよね。どうしようかな、とりあえずボトムスを下に入れようかな。ここにボトムスを入れます。こういうね、ショーパンとか、これ去年かエモダで買った秋っぽい素材のショーパン。じゃじゃん。これね、デニムの中ではめちゃめちゃお気に入りで、私なんかあんまり服持ってない気が、持ってないつもりなんですけど、いつも溢れちゃうんですよね。これね、マウジーの MVS フレアっていうデニム、お気に入り。これもね、こうやってこういうちっちゃいコンパクトにしてトントントンって入れたかった。これもよく聞かれる、ジュエミのミニスター。後ろがね、ドミントの頃かわいいですよね。ちょっとバラの刺繍入りのミニスカート。じゃじゃん。これも、パイソン柄で、これ去年かな、一昨年エモーダで出て買ったんですけど、7センチぐらいお流しで切ってもらいました。スカート、ミニスカの丈感とかもめっちゃ大事で、長すぎると足も短く見えるし、短すぎるとエロくなるので、なんか自分のちょうどいい丈感のが欲しくて、で、短く切りました。よし。これファッキングラビットっていうブランドの、結構出たばっか初期の頃買ったやつなんですけど、Go Home って書いてある。よくね、これ着て大学行ってたんですけど、マジ私遅刻まで超寝坊しちゃうんですよ。寝坊してめっちゃ教室とかブワーって人がいる中でテテテテって入ってて、後ろ姿に Go Home って書いてあるからめっちゃ笑われてた。遅刻したくせにね、パンツにゴーホームって書いてあるって。マジで。グレープフルーツジュース、はい。
チャンピオン。チャンピオンとエモダがコラボしたハイネックでロゴが同じ刺繍で入ってて可愛いですよね。しかもね、昨日ねネイル行った。じゃん、めっちゃ可愛くないですか。だからね、ちょっと結構ネイルが変わると気分変わりますよね。そういえばなんか質問箱インスタでして、返せないやつ YouTube で返そうって思ってなんか撮ったんですけど顔キモすぎてやめたその質問箱にこの秋冬にしたいことはみたいな、経験を含めてなんかしたいことありますかって言われてたんですけど、なんかあるかな。でもキャンプ行きたい、普通に私多分キャンプ行ったこと多分ないかも。小学校とか中学校のなんか宿泊体験でキャンプだほいキャンプだほいキャンプだほいほいほいって歌った記憶しかない初めて歌ってたな、それは。それぐらいしかないや。行ってみたいな、そう考えた。あとは質問来てたのは、彼氏に求める条件、絶対な条件はみたいな来てたんですけど、何かな。あ、なんか思いやりがある人がいいな。人が嫌がること言わないとか、なんか嫌な顔してるなとか、ちゃんと人に対して気づく気遣いとかがちゃんとできて自立してる人。は？準備する。やりますね、姉さん。やりますね。編集くそ。これやろう、めっちゃ長尺短くせやから。そうだよ。エリカ姉さんは今から遊びに行かれるそうです。私は家で一人で。今日はね、煮物を作って食べる。マジで、なんかすごい華やかな生活を送っておらぬのでね。今日は煮物です。はぁ、あ、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 私すごい今日なんか脳内お花畑っていつも言われるんですけど、なんか大学の時とかもなんかそのまあ大体ねちょっとグループに分かれるじゃないですか。なんかグループでもう寝言とかもなんか最後に知って知るタイプの人で全然気づかなくて、実は誰々ちゃんと誰々ちゃんがこう喧嘩してたんだよねとか、全然知らんやったみたいなタイプなんで、ちょっと疎いんですよね、そういう。なんか多分だからなんかめっちゃ仲良くしてくれてる子でもなんか実は私の陰口言ったとか、そういうのもマジで全然気づかないし、まあでも気づかない性格だからこそ助かったのかもって思う。私のお姉ちゃんとかめっちゃちょっと敏感なタイプで真逆だから、女の子って大変っていつも思ってた
よいしょ。陰口言われてたとしても、なんか普通にあるじゃないですか。その仲いいふりっていうか仲いいって感じやったけど、実はあの子は私のことめっちゃ悪く言ってたみたいな感じ。でもなんかそういうの言われても確かに悲しいけど、なんで仲いいふりしとったよっていう疑問は湧くけど、でもまあなんか、でもまあその子が不快になってるってっていうことにすら気づかなかったってことは、その子にもしかしたらなんか気づかないうちに不快にさせたかもしれないし、まあでも自分も別に完璧じゃないから、まあそりゃそうだよねって思う、思っちゃう。周りの子になんか弁解とかしなくて、したらなんか後々なんで言わなかったのみたいな、言ったらみんななんかその話を信じただろうに、なんでなんか私だったら多分言っちゃうみたいな、なんで言わなかったのって言われて、でもなんか別に自分は陰口言われてたかもしれないけど、自分はその子のことを普通に友達って思ってて、好きって思ってたから思ってたし、なんか周りの友達にそれをなんか言いふらすっていうか、もうなんか味方を増やそうとしてるような気がして、なんかその子が居心地悪くなったらかわいそうやなとか思って、なんかなんかあとあと何て言わなかったの、すごいなんか周りの子たち謝られて、でもみたいなでもなんか純粋に女の子同士のやっぱ学生の時とか若い時はね、やっぱみんな喧嘩するから大変だなって思ったから、そうそう、なんか悩んでる人とかなるべく結構質問箱とかして答えてるんですけどね、なかなかこう全員に返すことができなくて、いつも相談箱みたいになるんですけど返せないんですよね。申し訳ない、けど大変なんだなって思うし、うちもなんかそうやって経験あるから、こういう見た目なんで常に言われてきたからね、大変だよね。食べないでしようかな、お前でパジャマ、チロ、スヌーピじゃーん、クローゼット、これはね、ちょっとどうしようって感じ、まあ一旦用ちょっと考えるって感じで、パジャマ、これヒートテックで、これキャミで、パジャマゾーンで、薄手の半袖とかゾーンで、これが分厚いお洋服ゾーン、ボトムスって感じでできました。完成。みんなお片付けできましたでしょうか。私は綺麗さっぱりになりましたので、もう暗くなっちゃった。それじゃあまたね。今回はこんなゆるゆるな動画でした。Melancholy to the core. Open up more is what they tell me, but that's what they tell me until I'm.